ビープ。今から百数十年前、突如この世界に湧いて現れた謎の現象。それに飲み込まれた人間は瞬く間に精神を蝕まれ、人ではない生物は姿形を歪められ、凶悪な化け物となる。出現以来、人類は様々な対抗手段を講じてきたが、一切の効果は上げられず、増殖するビープを前に次々に住処と命を奪われ続けてきた。そして現在、ビープは地表のほとんどを覆うまでに増殖し、人類は小さく残された町の中で緩やかに滅びの時を迎えようとしていた。だが、そんな大いなる絶望の中、人々に希望を与える唯一の存在があった。残された人類の中で、ごくわずかに偶発的に生まれたビープに対抗する力を持つ少女たち。その名は、ウタミコ。ビープの発生を確認。幸いまだ被害はないわ。間に合いそう？当然、もうちょいで現場着くし、余計な心配いらないわよ。オーケー。それじゃあこっちも。くそ、毎度毎度好き勝手に湧いて出てきやがって。おい、だよな、命かける価値はあるよな。あ、ビープの現れるところに必ずウタミコの姿あり。レディ。せめ、始まっちまいやがった。来た、来たぞ。来るんだよな、モモカちゃん。ここに来るんだよな。あら、まだステージに残ってるマナーの悪いお客さんがいるみたいね。これじゃライブが始められないわ。困るわ、ほんと困るわ。あの子も機嫌損ねて帰っちゃわないかしら。え、そんな、ごめんなさい。逃げます、今すぐ逃げますから。おい、行くぞ。ふぅ、これで俺も逃げられるかな。これ以上はもう任せるしかないからな。さーて、ステージの準備が整ったみたいね。我らがウタミコ、この街きってのアイドル、モモカちゃん、満を持して登場よ。はーい、みんなお待たせ。今日も熱い声援よろしくね。来たー、よっしゃ、最前列はもらったぜ。うおー、モモカちゃん、ももかちゃん、今日も頑張って。おい、バラバラに声出してんじゃねえ。ちゃんと声を揃えろ。いくぞ、せーの、ももかちゃん。よくこんな時に大声出してはしゃいでいられるよな。わ、来たの、ももかちゃん、もう出てきたの。ねえねえ、こっちにもうるさいのがいたか。わ、こっからじゃ見えない。みんな背高すぎだよ。お前が低すぎるだけだ。それより早く逃げた方が良くないか。あそこ、ここからそんなに離れてないし。こうなったら、タクト君、私前の方行ってくるね。
は？何言って、おい待てって、オトハ。しょ、よいしょ。すいません、ごめんなさい。わあ、やっと見えた。わあ、ももかちゃんだ。今日もかわいい。さあさあみんな、もっと声を張り上げて応援して。せーの、ももかちゃん。うおー、よし、私も。ももかちゃん。これくらい、あたしにかかれば、一からなんだから。よし、行くわよ。遅れんじゃないわよ。色ぼけ。しても意味ところ構わず発情してんじゃないわよ。おいこら、この色ぼけ。ももかとのおかげでダメだよ。みんな外見力で勝利。
合入れてくわよ。どんな戦いを見せてくれるのか。これこれ。じゃないだろ、まったくお前は。あ、タクト君、ほらほら、ももかちゃんがやっつけてくれたよ。知ってるよ、見てたから。だいぶ苦戦してたみたいだな。あー、素敵だな、ももかちゃん。可愛くって強くって、私もあんな風になれたらな。あんな風になりたいのか。ぐったりして顔とか真っ青だぞ。そこがいいんだよ、ちっちゃい女の子が無理して頑張ってる感じが。小ささならお前も負けてないと思うぞ。あとは青い顔でぜいぜい言うだけだな。もうそういうんじゃなくって、私はまんまももかちゃんになりたいんじゃなくて、歌や踊りでみんなを守ってあげられる歌巫女になりたいだろ。さすがに覚えた。昔から飽きるほど聞かされてるしな。そんな何回も言ってたかな、私。ほら、もう終わったんだし、行くぞ。あ、待って、まだ放送が。本当に行っちゃうの？あ、待ってってば。ももかちゃん、今日はお疲れかな。もう閉めちゃった方がいいかしら。大丈夫よ、ちょっと呼吸を整えれば。
また次の放送もお楽しみに。はい、放送終了っと。お疲れ様。だしんどったく、毎度毎度いきなり出没するんじゃねえってのよ、クソが。最近はずっとそうだけど、今回は特にギリギリだったわよ。放送事故寸前ね。はあ、そんなことないでしょ、まだまだ全然。ねえ、本当に大丈夫？大丈夫に決まってんでしょ、私が何年この仕事やってると思ってんのよ。何年だったかしら、あなたが歌巫女になったのは。かれこれ何十年も前だし。何十年じゃない、十何年。手差しなさい。大声を出すくらいの元気は残ってるみたいね。それじゃ引き続き後始末もよろしく。まだマッドも残ってるでしょうし。分かってるわよ、たくめんどくさい。ああ、そうだ、その前に一つ。まだ何か。今日は被害はどんなもんよ。報告が上がってくるまでは何とも言えないわね。大したことはないでしょうけど。そう、つまり少しはあったってことね。気にするくらいだったらとっとと引退して若い子に道を譲ればいいのに。別に気にしてないし、だいたい任せられる若いやつなんていないし。いなくはないでしょ。あなたは体力的にも年齢的にも無理をしてるんだし、これ以上は。無理なんかしてないわよ、もう切るからね。女から、大声出したら頭がクラッときた。あー、もう早く終わらせて帰ろう。仕事仕事っと、ところ構わず発情してんじゃないわよ。遅れんじゃないわよ。仕事、はあ、はあ、ああ終わんないわ、片付かないわ。もう、やってらんない。単調な作業って地味に腰にくるし。ほらほら、ねえねえ、早くしないと終わっちゃうよ。急いで急いで。早すぎ。そんな急いだってきっともう終わっちゃってるし。この声は。よーし、現場到着。さあ、ビープはどこに。あれ、いない。何しに来たのよ。現場には来んなって何度言ったらわかんの。ももかさん、どうも、こんにちは。もしかして全部やっつけちゃったの、ちみっこ一人で。ちみっこ言うな。あんたは相変わらず目上に対する態度ってものがなってないわね。そうだよ、ももかさんはものすごく年上なんだから。ものすごくって何よ、なんでわざわざ強調すんのよ。ごめんなさい。せっかく急いできたのに今日も出番なしか、つまんないの。あんたらの出番なんて一生ないわよ、私一人で十分だし。もうずるいずるい、私だって歌巫女したいのに。あの、私たちもお手伝いくらいならできますし、そんなに嫌わないでほしいかなって。ふんだ、あんたらが来たって足手まといのだけだし。
そんなこと言っていっつも負けそうになってるくせに。私がいつ負けそうになったってのよ。いつっていつもですよね。前の時もその前のもう一つ前の時も先月は特にひどかったですし。ねえ、私たちが助けなかったらぺしゃんこにされてもっとちみっこになってたよね。だからちみっこ言うな。それはその、演出よ演出。やられそうになってから一気に逆転して盛り上げるつもりだったのに、あんたらに台無しにされたんだから。そんなことばっか言ってるともう助けてあげないよ。だから助けなんていらないっつってんの。あの桃花さん、私たちを嫌いなのは分かってますけど、でも本当に無理はしない方が。無理もしてないし、いい加減しつこいわよ。でも、もう歌巫女って年じゃないですし、確か今年で30。おい、こら！何を言おうとした？今何を言おうとしたのね！ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、ネネをいじめちゃダメだよ。いい年して大人げないの。いい年じゃない、全然いい年じゃない。怖い。ねえ、もう帰ろう。そうだね。ああ、せっかく走ってきたのに。へっ、とっとと帰れ帰れ。ちょっと待った。後片付けくらいなら手伝わせてあげないこともないけど。じゃあね、次は私たちにも出番ちょうだいね。ね、私一人でもすぐに。おい、ブイ、いつまでむくれてるんだよ。だってタクト君さっさと行っちゃうし、私最後までちゃんと見たかったのに。もうほとんど終わってただろう。ちょっとは残ってたもん。あのな、俺は危ないと思ったから。ビープが出た場所も近かったし。ズーン。はあ、分かったよ、俺が悪かったって。だから機嫌直せってな。何でも言うこと聞いてやるから。本当やったー。お前怒ったふりしてただけだろ。そんなことないよ、本気で怒ってたよ。やっぱりさっきのなし。ダメダメ、一度言ったんだから。聞いてくれないと今度こそ本気で怒るよ。はあ、分かった。で、俺は何をすればいいんだ？それじゃあまた歌の練習に付き合ってもらおうかな。今からか？うん、今から、今すぐ。だから危ないだろう、さっきビープが出たばっかりだぞ。大丈夫だよ、ももかちゃんがやっつけてくれたし、それに私すっごく歌いたい気分だし。でもな。ダメなの？何でも言うこと聞くって言ったよ。あんまり長い時間はダメだぞ。うん、それじゃあいつものとこ行こう。やれやれだな。変わらないな、ここは。さびれてて人気もなくて。だったらいいんだよ、人が多かったら練習できないもん。歌巫女になりたいのに人に聞かれるのが恥ずかしいってのはどうなんだろうな。しょうがないでしょ、今はまだ下手だし。ちゃんと上手になったら恥ずかしくなくなるもん。別に今でも下手だとは思わないけどな。え、そうかな。あれ、そんなこと言ってくれるの初めてだよね。もっとも歌の良し悪しなんて全然わからないけどな。真面目に聞いたこともないし。真面目に聞いてよ。もう珍しく褒めてくれたと思ったのに。ほら、
練習するんだろ。今日はちゃんと聞いててよ。少なくとも不快ではないよな。でなきゃ毎回こんなことに付き合わないし、まあ嫌だって言っても無理やり付き合わされるんだろうけどな。おい、音羽。私の音、なんか変だった？こっちに、早く。え？うわあ、ちょっと、どうしたの？いきなり抱きついたりとか。ちょ、ダメなんだよ。いくら幼馴染だからってこんな、離して。暴れるな、危ない。ああ、危ないって、今まさに私が危ないっていうか、いや別にタクト君が危ないとか思ってるわけじゃないけども、その、まさかこんなところに湧いて出るなんて。湧いてって全然何も。何これ。何ってビープだろ。完全に囲まれてるな。どうしたら。まだ全然限界なんかじゃないし、まだまだ私が頑張らなきゃ。うたみこの力はだいぶなくなっちゃったけど、でもまだまだ。ももか、大変よ。ザーッ、いきなり大声出すんじゃないわよバカ。別地点でビープが発生したの、急いで向かって。だいたいあんたはいつもいつも。なんですって？だからビープが発生したのよ、急いで。はぁ、待ちなさいよ。今片付けたばっかじゃない。こんな連続で出るなんて。今までは出てきたものは仕方ないでしょ。話してる時間も惜しいわ、早く。こっちにだって体力的な都合ってもんがあるのに。無理そう？無理じゃないわよ、全然無理じゃないけど。あの二人はまだ近くにいる？ようやく任せる決心がついたの？そんなんじゃないわよ。あんたは聞いたことに答えればいいの。これから連絡をするところよ。万が一のことも考えてね。連絡なんてしなくていいわよ、私が速攻で片付けるから。やれやれね。今回は放送を見送っておこうかしら。ああ、今日は調子悪いからパス。これはちょっと無理っぽいわね。仕事っと。ああ、今日は調子悪いからパス。仕事っと。他の道探すわよ。あそこ。ほら、あそこよ。仕事っと。また出てきたんですか？ええ、あなたたちにも急いで向かってほしいんだけど。何？ビープなの？どこ？どこにいるの？喜ぶことじゃないよ。あの、私今日はもう終わりって思ったから、スイッチが完全にオフっていうか。早く行こう、またちみっこに全部取られちゃうよ。それ！やだ、引っ張らないで。こんな短
短時間で連続で出てくるなんて。あの、ダメよ。あなたの出番はもう少し先ですが、もし町の人に被害が出たら。この程度ならあのバカでも対処できるわよ。もしできなかったら大笑いしてやるわ。信じて、いいんですね。もちろんよ。あなたのお披露目はもっと大きな、それなりの舞台でないとね。ジオ？いえ、うたみこであるなら急いで向かうはずの場面なのかしら。ジオ、ジオ。そうね、向かわなくていい理由もいくらでもあるわね。今回は見て見ぬふりというのは少し違うかしら。にゃー、ジオダメかもしれないな。なんでそんな諦めちゃうようなこと言うの？素直な感想を言っただけだ。冗談抜きでまずいだろ。そうだけど、でも、あ、そうだ、私が歌ってみたらどうかな。歌ってどうするんだ？だって歌巫女の歌ならビープを消せるんだよ。歌巫女の歌ならな。私だって歌巫女になるために頑張ってるし、できなかったらそもそも歌巫女になれないし。他にできることもないし、好きにすればいいだろ。うん、行くよ。すごい声が出たな。お前の声が呼び出したのか。違うよ、私の歌そんなんじゃないよ。どうしようタクト君。どうするかな。見つけた。逃げ遅れてるバカがいるし。ああ、助かったのか。こんなクソビープ、一般人に手出してんじゃないわよ。クソ、あと何匹いんのよ。あの人今クソって言ったか。あ、しまった、ついさすが。ちょっと今の絶対オフレコよ。誰かに喋ったら承知しないからね。いきなり怒られた。お前本当にこれになりたいのか。まあとりあえず生きててよかったわ。すぐにこいつら片付けるからじっとしてなさいよ。無理は禁物よ。もうすぐあの二人も到着するし、まずは一般人を連れて避難を。冗談でしょ。ビープを前にしてこの私に逃げろっての。変な意地を張らないで。もう限界でしょ、体力的にも能力的にも。しつこい。全然限界なんかじゃないってば。ごめんなさい、ごめんなさい。お前が怒られてるわけじゃないだろ。怖いから、なんとなく。ったく、
誰の何が限界だってのよ。この程度のビープならまだまだ。ちゃっちゃと終わらせるわよ。ももかちゃんのターン。まだ消えてないぞ。これから歌って消すんだよ。うわー、こんな間近でももかちゃんの歌が聴けるなんて。あとはこいつ除去するだけ。その人を連れて逃げろ、早く。あんた、何を言って。そうだね、とにかく逃げなきゃ。タット君も少しでも時間が稼げればいいんだけどな。ほら、行け。行け、早く。この
ツが消したの？歌の力なしで無理やり。タクト君生きてる。よかった。早く逃げ。音羽、桃花、ビープの反応が消えたみたいだけど、あなたがやったの？大丈夫なの？かっこ悪い。一般人のガキ二人に助けられちゃったわ。え？どういうこと？こいつもそうなのね。これで4人目。はぁ、潮時かな。なんだ今の。ん？ここは、ようやく起きたの？誰だ？はあ？まさかこの町で暮らしてて私のこと知らないとか言わないわよね。悪い、やっぱり知らないんだが。はあ？本気で知らないわけ？歌巫女であるこの私を。ねえ、歌巫女？ああ、そう言われれば。すみません、いつもと違う格好だからわからなくて。信じらんないわ。あんた、私のファン全員を敵に回したわよ。それにしてもラフというか、だらしない格好してるな。まったく、二人してぶっ倒れてんのをわざわざ運んでやったのに、
置いてくればよかったわ。二人して、ああそうか、俺確か。じゃあ音羽もそこにいいんでしょ。おお、いたのか。あの、ありがとうございます。なんか全然まともみたいね。あんたなんともないの？ええ、特に。少しフラッとするくらいかな。そう、ならそっちのもいい加減叩き起こしてくんない？あんたよりひどいってことはないでしょうし。はあ。おい、オトハ。起きろって、ほら。してんじゃないわよ。さて、起きて早々だけど、あんたにはいろいろ聞かなきゃいけないのよね。まずは、って何そのありえないくらい間の抜けた顔。あ、もしかしてビープに頭やられた？こいつはいつもこんな感じですけど。一瞬焦ったわ。ちょっとあんた、シャキッとしなさいよ。にゅーにゅーじゃなくて、ちゃんと聞けっつーのこら。にゅーにゅー、わけわかんない鳴き声出すな。いつまで寝ぼけてんのよ。やっぱ柄悪いな、この人。みーん、みー、こいつ大ファンなんです、あなたの。お、ああそういうこと。ま、この町の人間はみんなそうでしょうけど、悪い気はしない。あ、どうせ夢だったら抱きついたりしちゃってもいいよね。わーい、ももかちゃん。なに、いきなり話せ。ももかちゃん柔らかくない？硬いし筋張ってる？誰が筋張ってるだっくらー。うやー、痛い。あれ、夢なのになんで痛いの？どうやら夢じゃないみたいだぞ。まったく冗談じゃないわ。まだピチピチ卵肌だっつ。失礼極まりないわ。夢じゃないって、じゃあ本物？そういうことになるな。おお、本物なんだ。こいつは寝てても起きてても四六時中こんな感じなわけ？ここまでおかしいのは滅多にないですけど。あのごめんなさい、私わけわかんなくなっちゃって、って今でもわけわかんないんですけど、なんでなんでなんでももかちゃんが目の前にいるの？覚えてないのか。俺たちビープに囲まれて助けてもらっただろう。一応一応とは何よ。一応とはビープに囲まれて。だから急に思い出すんじゃないわよ。タクト君大丈夫だった？怪我してない？どこかおかしくなってない？ああ、俺はなんともない。本当に本当になんともない？本当だって、ほらこの通り。あん
んたの方こそ大丈夫なの？頭は大丈夫じゃなさそうだけど。え？なんで私？なんでって、あんたもぶっ倒れてたでしょうが。ん？よく覚えてない。気失っちゃったのかな。あ、じゃあその後に桃花ちゃんが来て助けてくれたの？うわー、見逃しちゃったよ。せっかく間近で活躍を見れるチャンスだったのに。とぼけてるようには見えないわね。ねえ、本当に覚えてないの？覚えても何も。あ、大事なことを思い出した。お、それよそれ、それについて聞かせてほしいんだけど。あの、サインもらってもいいですか？そうそう、サインは大事よね。で、色紙なんて持ってないし、どこにもらおう。そうだ、服に、背中のとこに大きくお願いします。誰もサイン OK なんて言ってないんだけど。ダメなの？そこをなんとか。なんかすみません、いろいろと。なんかどっと疲れたわ。あー、もういいわ。この後のことはこれから来るやつが説明するから、私もいろいろ考え直さないと。んじゃ。え、ちょっと。あ、待って、サインがダメならせめて握手。だあ、いい加減にしなさいよね、あんた。うわ、怒られた。やめやめ、考え直すまでもないわ。あんたなんて絶対認めないんだから。めちゃくちゃ怒ってたな。私何かしちゃったかな。十分しただろ。あう、せっかく会えたのに怒らせちゃった。全然お話できなかったし。なあ、あの人のどこがいいんだ？口は悪いしやさぐれてる感じだったけど。そう、思ってたより気さくで親しみやすいって思ったけど。それはよく言い過ぎだろ。盛り上がってるとこ悪いけど、いいかしら？おはよう！あ、いつからそこに？桃花と入れ替わりで入ってきたんだけど。そうだったんですか。全然気がつかなかった。さて、まずは自己紹介ね。私はあゆみ。桃花のマネージャーってところかしら。よろしくね。はあ、俺はタクトです。私は乙葉です。よろしくお願いします。うわー、さすが桃花ちゃんのマネージャーさん、すごい美人。社交辞令でも嬉しいわ。あら、なんだか警戒されてるかしら。そんなんじゃ、ちょっと緊張してるだけです。あれ、私マネージャーさんと会ったことないですよね。ええ、そうだけど、どうして？なんか、どっかで声を聞いたことある気がして。気のせいかな。そうね、きっと気のせいね。さて、二人とももう歩いても平気？あ、はい、全然大丈夫です。俺も、まあ。そう、それじゃあ早速案内するわね。ついてきて。何を案内してくれるのかな。さあな。
これで一通りね。うわー、すごいね。歌巫女の事務所ってこんな風なんだね。事務所というより秘密基地みたいな感じだったな。何か質問とかあれば今のうちに聞いておくけれど。質問、あ、はいはい、はい。そんな大きな声を出さなくても聞こえるわよ。何かしら。あの、どうして私たちに事務所の中を案内してくれたんですか。だな、こういうのって一般人にはあまり教えない方がいいんじゃないですか。え、桃香から聞いてないの。何をですか。うーす、もう終わったの。あ、桃香ちゃんだ、また会えた。あなた、何も説明してないの。何を。この子に歌巫女の仕事をしてもらうって話よ、あなたに代わって。え、はい。だって私まだ認めてないし。は？何言ってるのよ。ついさっきまでそろそろ身を引こうかしらって。そんなこと言ったっけ。録音してあるけど、言い逃れできないように。いつの間に撮ったのよ。とにかく気が変わったの。そいつすっごいダメダメっぽいし。あなただっていい加減ダメダメな年齢でしょ。年とか関係ないし、大事なのは見た目だし。そっちもそろそろごまかしが効かないわよ。最近は肌もボロボロだし、あまりアップで撮らないように気を使って。そんなことないわよ。ちゃんとケアしてるし、まだまだピチピチなんだから。ああ、何が何やらだな。あの何を邪魔すんじゃないわよ。ごめんなさい。でも、あ、こっちこそごめんなさい。てっきり説明を受けていると思っていたから。 いえ、それより私歌巫女になれるんですか。え、ええ、むしろこちらからお願いしたいくらいだけど。いらないってば。絶対使えないし、ダメダメだし。あなたはもう黙ってて。やります。私歌巫女やります。やらせてください。おい乙葉。ありがとう、助かるわ。あー、これダメなパターンだわ。こういう軽はずみなやつが一番ダメなのよ。きっと最初の実践でコロッと。桃香、いい加減にしないとね。な、何よ。そんな目で睨んだって怖くないんだからね。ふんだ。だったら好きにすれば。どうせすぐにもう嫌だって泣き出すに決まってるんだから。ちょっとどこに行くの。寝る。そいつに代わりやらせるなら私は寝てたって問題ないでしょ。嫌な感じの人だな。ごめんなさい、後でよく言っておくわ。あの子も今は複雑な心境で。乙葉さんも悪く思わないであげてね。歌巫女、私が歌巫女、歌巫女、歌巫女。よかった、全然気にしてないみたいね。こいつが歌巫女な。それじゃあ改めて、これから乙葉さんには歌巫女として活動してもらうわけだけど。はい。でも本当に私にできるんです。さっきは勢いでやりますとか言っちゃいましたけど、だけど、ま、その…少し落ち着け。まあ当然不安はあるわよね。こちらもないといえば嘘になるけれど。ああ、やっぱり最初から不安に思われちゃってる。どうしよう、どうすればいいのかな。俺に聞くな。だからね、いきなりは無理だから、しばらくは修行というか使用期間を挟もうと思うの。修行ですか。ええ、まずは仕事内容を覚えてもらって、合わせてそれに必要な能力も身につけてもらわないといけないし。じゃあちゃんと教えてもらえるんですか。よかった。
その使用期間でダメだって判断された時は残念だけど、それまでの縁でしたってことになるわね。嫌です、そんなの。もう、なんでそんなこと聞くの。なんでって確認しとかなきゃダメだろ。そうかもしれないけど、でもそれじゃ、手始めにやってもらうことを説明するから、よく聞いておいてね。あ、タクト君、ちょっと確認しておきたいことがあるのだけど。はい、何です。こちらで勝手に調べてもいいのだけど、あまりいい気がしないでしょうから直接聞こうかと。だから何ですか。タクト君と乙葉さんの関係について。は？特別な関係ではないみたいね。ただの幼馴染ですよ。同じ施設で育ったのよね。両親は共に亡くして、他に年の近い子もいなくて。勝手に調べてるじゃないですか。身元の紹介くらいはするわよ。でもこれ以上はプライベートだし。そこの線引きがよくわからないですけど。ほとんど二人きりで生活してたのよね。まあそうですね。大人はいたりいなかったりで、口も聞かない無気力な人たちばっかりだったし。乙葉さんのお母さんが亡くなったのが確か5年ほど前だったかしら。本当によく調べてますね。一応仕事上ね。5年も女の子とほとんど二人きりで。まあ施設は飯を食うのと寝るためだけの場所でしたけどね。ほとんどの時間は外をぶらついたり適当に仕事したりしてましたし。そこはどうでもいいのよ。それより本当に何もなかったの。だから何がですか。タクト君はその少しおかしな子なのかしら。さすがに本当に気を悪くしますよ。だってやっぱりおかしいわよ、常識的に考えて。どんな常識ですか。だいたいそれならあいつもおかしいってことになるんじゃないですか。あら、乙葉さんは普通よ。ほんのちょっと無自覚なだけで。はあ、もういいですか。こんな話付き合ってられませんし。あ、ちょっと。怒らせちゃったかしら。失敗失敗。ただ淡白なだけなのかしら。それとも。
なんだその恥ずかしい格好は。恥ずかしくないよ、うたみこの衣装だよ。ももかちゃんとお揃いなんだから。お揃いというよりはお下がりだけれど、ごめんなさいね、新しいデザインを用意する時間がなくて。いえ全然そんな、嬉しいです、ももかちゃんと一緒で。そうならよかった。それとタクト君、女の子の服装に対して恥ずかしいなんて言ってはダメよ。気をつけます。あー、ほんと夢みたい、私がこの衣装を着れる日が来るなんて。私うたみこ。まだ見習いだろ。あ、あゆみさんも見ててください。私ももかちゃんの振り付け完璧にできるんですよ。よっ、ちゃいないか。あ、待って、そんなに動いたら、まだサイズを直してる途中だから。よっ、ここでターン。えっ、わっ、キャー、言わんこっちゃない。どうしよう、ももかちゃんの服が大丈夫？仮止めの針とか刺さってない？あの、ごめんなさい、あの、壊すつもりなんて全然なくて、その…衣装のことは気にしなくていいわ。それよりもっと気にすることがあるでしょ。気にすること？何やってるんだ、お前は。いやー、タクト君、なんでいるの？お前が呼び止めたんだろう。お前が見てろって言ったんだろう。いや、違う、それは…もうやだ。乙葉さん、そんな格好で走り回らないで。相変わらず落ち着きがないな、あいつは。あのね、タクト君、幼馴染とはいえ、年頃の女の子の服がはだけていたのよ。はあ。はあじゃないの、もう少しデリカシーとか、あるいは違う反応の仕方があるんじゃないの。でも乙葉ですよ。いくら乙葉さんでも、よくわからないわね、あなたたちの関係って。だからただの幼馴染ですけど。ただの幼馴染だったらもういいわ。とにかく後で謝っておくのよ、男の子が女の子を泣かせたんだから。いいわね。はあ。また一緒に来る。よし、頑張り。お仕事いろいろあったね。寝てないし、起きてるし。ならふてくされてるだけね。ふてくされてもないわよ。あんた喧嘩売りに来たの？喧嘩の一つも売りたくなるわよ。さっきの態度は何？自分から連れてきといて急に手のひらを返して。だから気が変わったんだってば。すっごいダメダメっぽいし、あいつ予想のはるか上を超えてたわね。きちんと世話をする気がないなら最初から拾ってくるんじゃないの。犬猫みたいに言ってんじゃないわよ。まったく、
心配性もそこまで行くと病的よ。誰が誰を心配してるっても。もういいでしょ。あなたは十分にやったわよ。しなくてもいいことまで含めてね。うわ、月並みのセリフ。もっと気の利いたこと言えないわけ。いちいち憎まれ口叩かないで。確かに一人一人は頼りないけど、これで三人目よ。あなたの代わりを務めるには十分だと思うけど。三人じゃない、四人。そうだったわね、ごめんなさい。もういいわ、いつまでもむくれてたって仕方ないし。むくれてたって自覚はあるのね。いちいち茶化すんじゃないわよ。分かったわよ、あんたがそこまで言うなら。あの子たちに任せる気になった？しばらく様子を見てあげる。ん？で、ダメそうだったらやっぱり私がやる。それで決まり。何よ、文句あんの？まあ、今日のところはそうしておきましょうか。お仕事開始。お仕事いろいろあったね。あれ、私どこに行けばいいんだっけ。そう、タクト君覚えてないの？なんで？なんでって、俺が仕事するわけじゃないしな。そんな、事務所戻って聞いてこなきゃダメかな。いた、見つけた。やっ、なになに。君がそうなんだ。うわー、ちっちゃい、かわいい。なんですか、いきなり。知り合いか。違うよ、全然知らなくない、知らなくない。あの、ひょっとして、もしかして。かなちゃん、置いてかないで。あれ、どうしたの、ねね。そんなジェイジェイして。かなちゃんが本気で走るから必死で追いかけてきたんだよ。出さないでよ。あんたがそれを言うのか。タクト君、この二人、カナデコちゃんとネネちゃんだよ。カナデコとネネ、誰だそれ。知らないの？うわ、それはちょっとショックかもしんない。しょうがないよ、私たちまだほとんどお仕事とか。なんで男の子がいるの？なんでって言われてもな、この二人知らなきゃおかしいのか。おかしいよ、歌巫女だよ、二人とも歌巫女。歌巫女ってあの人のことじゃないのか。なんて名前だったか。ちみっこ。そう、ちみっこさん。ももかちゃんだよ、名前くらい覚えようよ。だって興味ないし。だってめんどくさいし。かなちゃんってば、そんな。だからももかさんに嫌われちゃうんだよ。ごめんなさい、タクト君、歌巫女とか興味ない、ちょっと変な人で。どう、なんか悪いな。気にしなくていいよ。それより、君が乙葉なんだよね。なんですか。私のこと知ってるんですか？あ、ダメ、敬語とか禁止。なんかムズムズして気持ち悪いし。わかります、わかった。よし。それにしても、全然すごそうに見えないね。いきなり何？
けど、きっとすごいんだよ。この子と一緒ならちゃんと仕事回すって言ってくれたし。全然そうは見えないけど。2回も言わなくても。私たちこの子以下なんだね。しかも落ち込んでる。なんでなんで。どういうことだ。こいつと一緒ならとか仕事がどうとか。ほんとね、さっき私たちあゆみさんに呼ばれたの。あゆみさんに。うん、そんで新しく歌巫女になる子がいるから、その子と一緒に。ダメだよ、それまだ内緒だって。あ、そうだった。でも先に言ったのネネだよ。かなちゃんに冷静に切り返された。私もうダメかも。もうすぐそうやってへこむんだから。ほらほら元気出して。漫才師か何かなのかこの二人。だから歌巫女だってば。少し前からちょくちょく活動してるんだよ。ももかちゃんほど出番は多くなかったけど。と、きちんと挨拶してなかった。あたしかなでこ、よろしくね。あ、私は音羽で、こっちはタクト君。こっちこそよろしくお願いします。まあ、よくわからないがよろしく。ねねです。一つ聞いてもいいですか。俺に。まあいいけど。どうして男の人なのに歌巫女してるんですか。は。お、私も思った。男なのに巫女っておかしいよね。いや違うぞ、俺は一般人だからな。歌巫女なのは私だけで、タクト君は付き合ってくれてるだけだよ。付き合って。あ、そうなんだ。へえ。うわー、恋人同士なんだ。かっこいい。違う、全然違うよ。なんか空回りっぷりが面白いな、この二人。面白がってないで否定してよ。あれ、違うの。違うよ、だってタクト君だよ。ありえないよ。よりによってこれと恋人ってことはないな。ん、これはちょっとひどくない。なんだよ、お前が否定しろって言うから。もっと他の言い方あるでしょ。これって、さすがにこれって。何を怒ってるんだ。ありゃ喧嘩始めちゃった。もしかして仲悪いのかな。逆な気もするけど。それよりそろそろ。あ、そうだね。二人とも、私たちそろそろ行くね。え、行くって。今日はどんな子か見に来ただけだし。そんじゃまたね。失礼します。ああ、またバイバイ。本当に行っちゃった。何だったのかな。さあ、歌巫女って変なやつしかなれないのか。そんなこと。ん、それってもしかして私も入ってるの。なんで無言なの。なんか言ってよ。ほら、そろそろ仕事に行かなきゃだろ。どこに行くんだったかな。あ、待って、ちゃんと答えてよ。